はいみなさんこんにちは長尾隆です本日もどうぞよろしくお願いいたします昨日10月25日衆議院本会議場で安倍元総理に対する野田元総理による追悼演説が行われましたこれぞ追悼演説もう素晴らしかったです 私も衆議院本会議場の傍聴席なかなか衆議院本会議をですね傍聴席から見るってことは過去2回あったんです前回の落選中にですね私が担当した法律過労死防止推進法もうこれ法律できる以前から関わっていてそれが本会議場で まあ成立をする、まあ、これをちょっと見届ける時にね、えー、あったんですけどいやー本当あの何ていうか衆議院本会議場のこのざわざわ感がですねシューッとこう静まり返る本当にあのうやうやしくもですね御霊、えー、を議員全員が 衆議院全体がもちろん国会全体がお見送りするそういった雰囲気にあの包まれております。報道でご覧になった皆さんもお多いかと思います。えー、野田元総理の、えー、原稿はですね、都合五千五百文字以上あったんじゃないかなとあの思いますね。えー、で私なりに まあ、あの野田元総理のお言葉えそして天井で、まあ、おそらく聞いておられていたであろう安倍元総理に思いを馳せながら、このお二人、つまり二人の政敵の間にですね、まあ、通い合う、まあ、敬いと愛国心。 これをちょっと、ね、改めてて学んでみたいなと思っております全部読みますとですねとんでもない時間になってしまいますので、えー、まあちょっと私の方でピックアップさせていただきました、まあ、まずこちらですねかつて再チャレンジという言葉でたとえ失敗しても何度でもやり直せる社会を 提唱したあなたはその言葉を自ら実践してみせましたここにあなたの政治家としての真骨頂があったのではないでしょうかあなたは諦めない失敗を恐れないということを説得力を持って語れる政治家でした若い人たちに伝えたいことがいっぱいあったはずです その機会が奪われたことはまことに残念でなりません、まあ、今年の近畿大学卒業式で安倍元総理が語られた言葉を思い出しますね若い人たちに向けてもう私は総理に 帰りざいたけれども私が優れているからということではなく最後まで諦めなかったとこれをね卒業生に伝えていらっしゃいましたであの動画もですねこれから多分永遠に動画の中で安倍元総理生き続けていくんでしょうね 若い人たちに必ず伝わっていると私も確信します続いてはこちらの下りですね安倍さんあなたはいつの時も手強い論的でしたいや私にとっては仇のような性的でした安倍さんあなたは議場では 戦う政治家でしたが国会を離れひとたび兜を脱ぐと心優しい気遣いの人でもありましたそれは忘れもしない平成24年12月26日のことです解散・総選挙に敗れ敗軍の将となった私は皇居であなたの新任式に前総理として立ち会いました 同じ党内での引き継ぎであれば談笑が絶えないであろう控え室は勝者と敗者の二人だけが同室となれば死因と静まり返って気まずい沈黙だけが支配しますその苦しい雰囲気を最初に変えようとしたのは安倍さんの方でしたあなたは私のすぐ隣に歩み寄りお疲れ様でした と明るい声で話しかけてこられたのです野田さんは安定感がありましたよあのねじれ国会でよく頑張り抜きましたね自分は5年で返り咲きましたあなたにもいずれそういう日がやってきますよ温かい言葉を次々と口にしながら 総選挙の敗北に打ちのめされたままの私をひたすらに慰め励まそうとしてくれるのですその場はあたかも傷ついた人を癒すカウンセリングルームのようでした残念ながらその時の私にはあなたの優しさを素直に受け止める心の余裕はありませんでしたでも 今ならわかる気がします安倍さんのあの時の優しさがどこから注ぎ込まれてきたのかをいやもう目に思い浮かびますよね11月14日党首討論もう本当にあれほど緊張感に包まれた 政敵同士の意見の応酬、張り合い、ありませんでしたね。それぞれが国家を背負っていた党首討論。あの場所に私もおりました。いや、これも解散になるなと。どうなるんだろうと。あの緊張感は私はもう今でも忘れませんね。 一時く思い出されますそしてこの控え室での2人のやり取りというのはおそらく2人にしか分からなかったこと、まあ、あの優しさはどこから注ぎ込まれてきているのかということが追悼演説のこの後に出てくるわけですね。 ご自身が52歳で初めて戦後最年少で安倍内閣総理大臣として就任をされたその1年後病に倒れて入院先の病院からですね次の総理の福田総理の就任式に立ち会ったあの時の絶望感というのが安倍元総理にもあったから まあ野田総理自分自身にも優しくしてくれたんだろうとそんな思いが綴られておりましたね絶望を知るということは本当に大切なことなんだなと思っておりますまあ、皆さんにもそれぞれの絶望があると思いますまあ、ある意味 世間様から見ると今の私も,もう絶望のどん底かないやもっとどん底がね私もたくさんあったんで、えー、こうして今私はあの皆さんと YouTube をはじめいろんなところでつながって、えー、いるのでね、まあ、あれほどの絶望はなかったと思える、まあ、そんなことの方がまだあの確認はありますのでね。 もう一フレーズちょっと紹介させてください私が目の前で対峙した安倍晋三という政治家は確固たる主義主張を持ちながらも合意して前に進めていくためであれば大きな構えで物事に捉え物事を捉え飲み込むべきことは飲み込む冷静沈着な リアリストとして柔軟な一面を合わせ持っておられました「あなたと,とならあなたとなら国を背負った経験を持つ者同士天下国家のありようを複雑なく論じ合っていけるのではないか」「立場の違いを乗り越えどこかに一致点を見いだせるのではないか」 国の最小としてあなたが残した自責をたどりあなたが放った強烈な光もその先に伸びた影もこの議場に集う同僚議員たちとともに言葉の限りを尽くして問い続けたい問い続けなければならないのですなぜならあなたの命を理不尽に奪った暴力の狂気に 打ち勝つ力は言葉にのみ宿るからです本当に深い言葉ですよねあの確かに安倍元首相はリアリアストでした例えば就任してすぐ習近平中国を訪問したことであるとか またですねプーチン大統領と28回でしたか、まあ、時には経済協力をしようなんていうとんでもないことを言い始めましたよね。この時多くの保守系論壇で厳しい指摘が行われましたね。ただこれもリアリストであるがゆえということだと思うんです。 敵を作って作りまくって戦いまくってまあ物事が解決されることもあればそうでないこともあるおそらく中国ロシアに対してのこの対応の仕方というのはまあ価値観外交に対するまあいわば安倍晋三流のですねまあバランス外交というのが ここにあったんじゃないかなと思います前提には価値観外交がある、まあ、これが脈々と続いていかなければいけないんですけれども時には現実を見ていくリアリストであったということも野田元総理のお話にあった通りだと共感をさせていただきました消費増税を2回やってしまいました また移民法といわれる、まあね、入管法の改正も行われたこれはおそらく通算8年8か月政権を維持していくためにはどうしても必要なことだったんじゃないかなと今振り返ればそう思えるわけですね。 実はまだまだあのお話ししたいことはあのたくさんあります、えー。野田総理は大阪の選挙演説でね、お腹を壊した安倍元首相を揶揄した、これをどうしても謝りたかった、天井の安倍さんに今、 深く深くお詫び申し上げますと頭をお下げになりましたなかなかあんなことできませんよね本当にあの二人にだけ通うう敬いの心とお二人の愛国心をこの追悼演説で見させていただきました 勝ちっぱなしはないでしょう、安倍さん。っていう言葉もね、野田さんらしいですね。国会でいろいろな激しい議論をするのはいいことだと思いますが、まあ私たち人間はいずれ天に召されます。いつまでも生き続けられません。仮にですよ。 今の国会で行われている議論のこの性的同士がね全てがこういう追悼演説がねお互いに対してできるような国会議論これをしてほしいなと願うばかりですさすが首相経験者野田元総理に心から感謝を申し上げて本日の 突然ニュース解説終わらせていただきます皆さん午後もどうぞお仕事頑張ってください失礼いたします本当に素晴らしかったです